で、次なんですが、ポーランド、イングランド、ソビエト、そしてフランスか。激戦グループに入ったようだな。どうやら決勝トーナメントは簡単には行かせてもらえないぜ。みんなも知っているだろうが、このグループは強敵ばかりだ。引き分けていてはトーナメントに行けないぞ。なんとしても勝つんだ、ということらしいです。ネズミ君を下げて、ミサキ君はそこで OK。 カズオマさん、オツバーサ、そうだ、石垣じゃなくて、あ、まだいいか。この試合は負けるつもりで戦います。っていうか負けますわ。変わるのかな、チャーリー。あー、上の審判寝てやんの。おーい、起きろー。ダメだ、しゃーない。君はゲーム始めるまでオイラも寝ちゃおうっと。じゃあおやすみなさーい。ブーブースヤスヤ、ブースやら、ブーブースヤスヤ、ブースやら。おお、危ない危ない。マッハー君来た。うわ、早い、マッハー君早すぎるひどい、ドリブルで備える。あー、ちょっと若林、自重しろ、おい。自重っていうか頑張れよ、もう少し。笑えるわ。なんなんだこいつは、早すぎる。ドリブルだ。いいっす。8番10番のドリブルできるでしょ。いけいけ、美咲くん。ゴーゴー。翼でもヒーローでもどっちでもいい。ジャイッチ君、ドライブシュートだ。中西君だ、フラッシュで中西君だ。すげえ、うわー、すげえ。ポーランドの中西君がいた。すげえ、パンチだ。うわ、危ない、すげえ強いな。
わ、キープ力いいわ。崎くんかよ顔。フォローに行かれた、まずい。うそーん、ですよね。さすが。しかもなんか技持ってるのかな。ブレーキか。おお、ドリブルだ、普通に。うまい。タイガーショットだ。フライタイガーショット。よし。すげえ。まあドライブシュートでさえ吹っ飛ばせたんだから、240もガッツ使うタイガーショットで飛ばせない方がおかしいんだよ。